Welcome back to Let's Play Trails in the Sky. My name is Karsten. I did just rest up between episodes real quick just to top off HP and EP. I'm not sure. What the clue that we had is meaning. Let's see, let's just look around town. Aha! At the top of there, there's three things, three eyes. That would be the... So it says this... どうしたの？あれカードじゃない？確認してみよう。間違いないね。市長邸で見せてもらったのと同じカードが貼り付けてある。そうか、見つめっていうのはこのことだったのか。あ、なるほど、言われてみれば見つめかも。で、カードには何て書いてあるの？うん、見てみよう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとく、マナコに真実だけを迎え入れるものよ。赤と黒とが繰り広げる果てなき演舞へと向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。回答 B。 メモするところはもう決まってるわよね。赤と黒とが繰り広げる果てなき演舞へと向かうのだってところ。赤と黒ですか。やはりこれもルアンの中のどこかなのでしょうか。多分そうだと思う。犯人は謎々を楽しみたいみたいだから、自分からルールを破るようなことはしないだろうね。まったくふざけたやつよね。ま、とにかく次を探しに行きましょう。 OK。 That I'm not sure of。Don't have much of an idea for this one. Oh, casino. The other place that has the casino.Roulette table. That was here. Thought I had an idea.
Aha! It is there. It's just right next to the talking to that guy trigger. 赤と黒の演武か。うん、ルーレット以外考えられないわよね。間違いなさそうだね。じゃあ調べてみよう。おや、お客様、何かお探し物ですかな。すみません、すぐ済みますから。やっぱりあったよ。横にカードが貼り付けてある。それで次はどのようなメッセージなのでしょう。あ、見てみよう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコに真実だけを迎え入れるものよ。丘の港で身を休める一つ目の獅子のもとへと向かうのだ。さすれば求めるものよ。何時はやがて青き光に至らぬ。回答 B。よし、メモしたわよ。大事な部分は陸の港と一つ目の獅子ってとこね。今度は一つ目ですか。これまでと同じようにきっとその場所に行けばわかると思うよ。うん、とにかく行動あるのみね。ん？お騒がせしました。Okay. Not sure about land harbor. Unless they mean the skyport, but. I guess we'll check there.ちょっとグランセルに用事ができちまったな。搭乗チケットのキャンセル待ちをしてるところなんだ。すぐにルアンへ戻ってくるつもりなんだがな。Here. What is it they're talking about? It does say landing port, so aha. なるほど。一つ目の獅子か。言われてみれば獅子に見えないこともないかな。ここはまさに陸の港だしね。絶対間違いないわよ。そうだね。じゃあ調べてみよう。よし、カードがあった。早速内容を確認しようか。おう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとく
マナコに真実だけを迎え入れるものよ。羽橋の向こう、鋼鉄の鶴のそばで安らう樽たちのもとへ向かうのだ。さすれば求めるものよ。何時はやがて青き光に至らん。回答 B。相変わらずの内容ね。今度は鋼鉄の鶴と来たか。羽橋の向こうってことは港の方だってことなんだろうけど、いつまでこんなことさせる気なんだろう。きっともう少しで終わりですよ。それまで頑張りましょう、エステルさん。エステル、君が励まされてどうするのさ。ちょっと疲れてきただけよ。ほら、気合い入れ直していくわよ。まったく。Yeah, this clue does seem remarkably straightforward compared to the others. の鶴っていうのはこのクレーンに間違いないと思うけど、肝心の樽が見当たりませんね。まったく、どういうことなのよ。お兄さん。おう、なんだ。この辺りで樽を見なかった？樽だ。そんなもんいちいち覚えてねえよ。どの倉庫の中も樽だらけだぜ。まあそうよね。ん？倉庫？どうしました？ちょっとね。ねえ、この前倉庫の鍵を見つけたじゃない？ハーグさんっていう人の依頼だったよね。あの人が言ってなかった？クレーンの周りの樽を倉庫に移したって。そうか、ここにあった樽は倉庫に移動されちゃったのか。きっとそれだよ。冴えてるね、エステル。たまにはね。よし、そこでハーグさんに話を聞きに行こう。Which one was it? Couldn't be this one. Or do we have to talk to the guy? こんにちは、ハーグさん。ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺っちにか？なんだい？鍵をなくした時の仕事についてお聞きしたいんです。クレーンの周りの樽を倉庫に移動した、そうおっしゃってましたよね。ああ、そうだぜ。
クレーンの前に邪魔な樽があったからな。それを倉庫に入れちまったんだ。で、その後鍵を落としちまったわけだ。すみませんが、倉庫の中に入らせてもらえないでしょうか。中にある樽を調べさせてほしいんです。使用中の倉庫は出入りの管理がうるさいんだよ。何しろ商品を預かってる場所だからな。そう簡単に部外者を入れるわけにはいかねえんだ。あらら、それは困ったわね。でもあんたらには世話になったからな。俺が何とかしてやるぜ。要は樽を調べられりゃいいんだよな。ええ、そういうことですね。なら俺がそれを倉庫の外まで運んできてやるよ。それなら中に入らずに樽を調べられるだろ。あ、そっか。すみません、助かります。これぐらいお安いご用さ。よし、それじゃあついてきな。よし、開いたぜ。そんじゃちょっくらここで待っててくれよな。あれ、ポルトス主任、こんなとこでどうしたんですか。うん、少し気になることがあってな。合鍵を使って入ったんだよ。え、合鍵、そんなもんありましたっけ。あ、ところでそちらの方々は。ああ、遊撃士協会の人たちですよ。なんでも事件の捜査で中にある樽を調べたいそうで。うん、そういうことか。しかし保管中の倉庫は部外者の立ち入りは禁止だぞ。ええ、だから俺がその樽を取りに行くんです。外まで運んでくれば問題はないでしょ。ああ、それなら問題ないよ。捜査に協力してあげてくれ。うん、それにしてもこんなところまで来るとは。まだお若いのに皆さんは優秀な遊撃士のようだ。それほどでも。わからないことがあったら何でもハーグに聞いてくれよ。それでは私は失礼するよ。あ、お疲れ様です。よしと、それじゃ樽を持ってくるとするか。待たせたな。ご要望の樽を持ってきたぜ。うわー、ずいぶん大きいわね。よく一人で持ってこられたわね。へへ、港の男をなめないでくれよな。エステル、あのカードがあったよ。え、本当？うん、申し訳ない。樽が運ばれてしまったのは私のミスです。しかしよく倉庫の鍵を見つけてここまでたどり着きましたね。君たちなら真実を暴いてくれそうだ。ご褒美に探し物をお返ししますよ。この樽の中を調べてみてください。君たちがいればどのみちこの食材も
正しい主のもとに戻るのでしょうしね。おっと、そろそろ時間のようだ。それではまたお会いしましょう。回答 B。 君が悪いわね。まるで私たちのことをすぐ近くで見てたみたい。本当ですね。あれ、このカードまだインクが乾いてない。え？おい君たち、ここで何をしている？え？ポルト主に？さっきはいいって言ったじゃないですか。ん？何の話だ？しまった、やられたか。まさかさっきここにいたポルトさんって。偽物だったみたいだね。犯人が変装してカードの内容を書き換えてたのかも。そんな、それじゃ早く追いかけないと。あ、エステルさん。行っちゃったか。ヨシアさん、いいんですか？残念だけど、もう手遅れだと思う。偽物を見逃した時点で僕たちの負けさ。多分エステルは犯人の姿を見ることもできないよ。そうですか。それより食材が無事かどうか、それを確かめておこう。依頼主の希望も犯人逮捕より食材の奪還だからね。そうですね。この樽に入ってるって書いてありましたよね。うん、それが本当であることを祈るよ。まったく、早く戻ってきてくれるといいんだけど。というわけです。食材はこの通り無傷で取り戻せましたが、残念ながら犯人につながる手がかりはまだ何も発見できていません。回答 B という事象以外は。もっと早く偽物だって気づいてればな。慌てて追いかけた時にはもう影も形もなかったし。いやいや、君たちは立派に職務を果たしてくれたよ。こうして見事にサフィールの灯火を取り戻してくれたんだからな。市長のおっしゃる通りです。君たちは十分によくやってくれましたよ。お言葉は嬉しいのですが、でも僕たちが犯人を取り逃がしたことは事実です。うん、納得いかないわよ。あんなふざけたやつが野放しになってるなんて。できれば許可をいただいてもう少し捜査を進めたいんです。屋敷を調べ直して手がかりを見つけるところから。いや、それには及ばないよ。第一、私の依頼は犯人の逮捕ではなかったろう。食材は戻ってきたんだ。それだけで十分だよ。ですが、ヨシュア君、正義へと向かう君の情熱はよくわかる。しかし今度の事件はあくまで私個人に対する犯罪に過ぎない。そんな些細なことにこれ以上君たちの手を煩わせたくないのだよ。今この瞬間も遊撃士の助けを待っている人がきっとどこかにいるはずだ。私のことより困っている人々のことを第一に考えてあげてほしいのだよ。市長。わかりました。ではこれで捜査を終了します。まあしょうがないか。ご苦労だったね。報酬は全額支払わせてもらうよ。さてと、それでは私は失礼させていただくよ。
仕事が山積みなのでね。今後とも君たちの活躍を願っているよ。うん、ありがとう。では僕たちもこれで失礼します。一応解決ってことだけど、なんかすっきりしない終わり方ね。ええ、そうですね。あ、ヨシュアったら、また一人で何か考えてるわね。え、うん、ちょっと。犯人は何のために食材を盗んだんだろうってね。結局それが分かってないじゃない。最後のカードの内容も意味深げでしたよね。エステルさんたちに何かを期待しているような、そんな風な内容でしたし。あー、なんだかすごく気になってきた。ねえ、やっぱり調査を続けようよ。だいたい犯人がどこから忍び込んだのかも分かってないのよ。もう今夜あたりこっそり入って屋敷を調べちゃおうよ。それじゃ僕たちが泥棒みたいなもんじゃない。でも納得いかないわよ。仕方ないよ、依頼主が望んでないんだから。ここは我慢だね。それじゃあ行こう。市長さんの言ってた通り、やらなきゃいけないことはたくさんあるんだから。うん、わかった。ここがよしっと。それじゃあ気持ちを切り替えていきますか。え、そうしましょう。Okay. I am wondering about a few things on that, butYeah, same as the characters, but I guess we got the quest done. So let's go ahead and go back this way, up here, over to the Bracer Guild, turn that in.お疲れ様。何か依頼を達成したら。And we're done there. All right, so that is that. Anything? There's much else to do here, so I think we will be heading onwards to our next destination. The Royal Academy, which we will be heading towards next time. I hope you have been enjoying. If you have, likes, comments, of course, very much appreciated.Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a good day.